尖閣問題は単なる始まりに過ぎない。中国は長期的な戦略のもと、その領土を着々と拡大してきた。1974年、ベトナム軍を排除し、西沙諸島を支配。その後、フィリピンの米軍基地が撤退すると、南沙諸島を占拠し、軍事施設を建設。こうして中国は、南シナ海を制圧した。1992年には、尖閣諸島を含む一帯を中国の領土とする領海法を独断で制定。東シナ海もすでに中国の海と化している。2000年代には西太平洋進出に向けて動き始めた。西太平洋を抑え空母艦隊を配備すれば台湾や沖縄の併合が可能となるのだ。この状態で日米同盟に亀裂が走り、沖縄の米軍がグアムに撤退したら、中国による日本の属国化は避けられない。もし日本が中国の属国になったら、そうなればまず言論の自由がなくなる。ノーベル平和賞を受賞した人権活動家の劉暁波氏も民主化を訴え弾圧された一人である。劉氏は今なお服役中であり、受賞を伝える海外ニュースは中国国内で全てが遮断されている。次に私有財産の没収が行われ、平等という名のもとに日本人の財産を巻き上げていくことは目に見えている。そして民族浄化が始まる。日本のメディアがほとんど取り上げないチベットやウイグルでの虐殺は現在も続いている。このまま反日感情が高まれば、民族浄化の矛先は日本人にも向けられる。日本人が虐殺される未来は決して遠いものではない。沖縄から米軍基地が撤退する日、それは我々日本人にとって最悪の日々の始まりとなる。自由も財産も奪われ、中国に絶対服従する未来。そんな未来をあなたは望みますか？